こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。最近、会員さんからですね、アマゾンは初心者には厳しいという気がするのは錯覚でしょうかという質問をいただきました。錯覚ではないです。私も売れるアカウントを準備するとかね、回りくどい言い方をしてて分かりにくかったかもしれません。反省しました。アマゾンは初心者を歓迎してません。初心者に厳しいです。Amazon が求める出品者というのは、扱い者が少ない商品を適正価格で販売して品切れさせない出品者、購入者からのクレームが少ない出品者、手間がかからない出品者、この3条件をクリアした出品者を求めています。そうすると、そもそも初心者の場合ですね、どうなるかわかんないと。で、みんなが扱っている商品をただ扱って、しかも質問が多いとかね、わけのわかんない納品方法をしてるとか、そういうのは手間かかるしね、何のメリットもないと。まあ、できれば売れないでそのまま撤退してほしいなというのが Amazon の正直な感想です。ですから、Amazon が求める出品者になる必要がありますね。で、これどうすれば、この3条件クリアできるか。これを自己流とかね、分かってない、サポートの方のサポートを受けたりとか、無料ブログとか、ね、そういうところで情報を集めて取り組むのは、もうそもそも無理です。正しいノウハウを蓄積した転売アカデミーのサポートを受けるのが確実です。質問してきた方にもですね、こういう形で、取り組んでくださいというお話をしました。まあ、分かってみれば簡単なことなんですけど、どうしてもね、普通の先入観とか、まあ、いわゆる社会常識みたいな、日本の常識ですね。ので取り組むと、Amazon には非常に相性が悪いです。Amazon には Amazon に合ったやり方ありますんで、効率よく稼ぐ。効率よく稼ぐというかね、初心者の方が普通に巷にある無料情報とか、ツールを使ってどうのこうのとかやると、まず稼ぐ稼がない以前に、参加して即アカウント削除というような形になります。そんなことのないように Amazon 室稼げますんで、正しいノウハウを使って取り組んで稼いでください。明日11時までサポートを開始してます。ご応募お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。